どうもコミです。さあ今日はカンクラからいきたいというふうに思います。さあ最近不調なコミさんですけども、どんな戦術をねやろうか今いろいろ悪戦苦闘しています。いや悪戦苦闘すると大体失敗が多くなるんだよね。まあそういう差がなんだよな。はい、今日はですね前回ちょっとお話しした、グランドウォーデンにリギーをつける話をしていこうかなというふうに思っています。でこんな感じでですねみんな最近リギーをグランドウォーデンにつけるアタックよく見かけるようになったんじゃないかと思います。これも誰かが解説してたらちょっと僕の見落としなんで知ってるよって話かもしれないですけどねぜひアタック自体も結構、いいアタックばっかなんで最後まで見ていてもらったらなというふうに思います。でいいなと思ったらグッドボタンチャンネル登録も忘れずにぜひぜひよろしくお願いいたします。ということでですねディギーが、ウォーデンロイちゃんにフォックスで、ユニコーンをアーチャークイーンという感じですね。この辺が鉄板の最近形になってんじゃないでしょうか。でこれねディギーをグランドボールにつけたらなんか防衛施設以外を殴っちゃうんじゃないのっていう心配をねする方結構いるんじゃないかと思います。いるんじゃないかと思うんですけど実際ねこれ防衛施設しか殴んないんですよね。でこれがなんでかっていう話なんですけどこれルートライダーをね6体積んでるじゃないですか。このルートライダーにグランドウォーデンがつくことによって、防衛しか殴んなくなるんですよ。どういうことかというとグランドウォーデンなんかターゲットを取る、施設だったり場所っていうのはそのグランドウォーデンが今追っかけてるユニットに依存するんですよね。でこういう風にクイヒー、ルートライダーのような編成をする場合っていうのは、ロイヤルチャンピオンはこれ混ざってますけどロイちゃんと、ルートライダーしか、グランドウォーデン追っかけてないんですよね。だからこの2人って全員なんだっけ防衛施設を攻撃するじゃないですか。今一瞬相手のアーチャークイーン攻撃しましたけどディギーがねこれはロイちゃんがアーチャークイーンターゲットからですね。はい、でもロイちゃんが混ざっているなんだっけルートライダーパートっていうのは見ての通りほらもうこれアーチャーとターゲットでしょ。ディギーがで多分次この辺のどっかほらこれ今度クロスボウターゲットこういう風に防衛しか殴らないようなやつらと、グランドボーデンがついがにグランドボーデンがついてってる場合にはディギーって当然だけど、防衛しか殴りません。これもマルチインフェルノを殴りましたね。ディギーがねこういう風にこういう場合は使えるんですよ。なのであえて防衛施設しか殴らないユニットだけにグランドウォーデンをつけるっていう方法も結構ありで今これクロスをまた止めましたよね。ディギーがねこういう風にとまた水と止めたで今度はこのなんだっけ、長弾大砲止めたっていう方法もありですね。でこうすることによってリュートライダーたちの被ダメージが減ってくれるんでかなり美味しくなるって話ですね。レイジージェムの効果で体力底上げしながらディギーで防衛施設を止めまくってでディギーもねちゃんとこのリュートライダーがいるおかげでターゲットがこっちに向くからダメージそんな食らってないんですよね。最後まで生き残ってるんですよ。ディギーがほらまだ緑ゲージじゃないですか。こんな感じですね。こうすると相当ねルートライダーたちが長生きしてくれて戦果が上がるって話でかなり理にかなってると思います。ルートライダーを使う時のディギー、ロイちゃんじゃあディギーグランドウォーデンパターンですね。でロイちゃんにフォックスを混ぜることにつけることによってルートライダーたちの攻撃をターゲットにしてロイちゃんを守るって感じですね。ではね、この他にも似たようなアタックがあるので、そういうのもちょっと見ていこうかなというふうに思います。タンホール15かな?ちょっと低いタンホール帯でも同じようなことやっぱりできるので、ハッシュさんのこれ見ていこうかな。格下攻めになってるんで、まあまあそういった意味では、前回取れて当たり前っていうところは、もしかしたら見てる人によってはね、あるかもしれないんですけど、どういう風なね、そのディギーの仕事が見られるのか、そこちょっと注目してもらえたらと思います。前回取れるのは前回取れるでいいんですけどね。で、ちゃんとね、やっぱり、何度か見てみないと、本当にディギーちゃんと防衛殴ってんのってところにね、不安を感じる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんでね、まあ、そういった意味でね、これをね、もう一回見ていこうと思ってるところです。で、まあ、その次はちょっとね、別の、動画を見ていこうかな。別の視点で、もう一個、ディギーをね、ロイちゃんにつけて、グランドボールにつけてもいいパターンっていうのがあるので、それを見ていこうと思うんですけど、まあ、その前にまずはこれかな。うまいですね。しっかりアーチャークイーン真ん中に誘導しながら、ヒーラーが対空砲から撃たれないように守っていってますね。うーわ、綺麗に入っていった。これうまいわ。で、ミニオーデンを、これは、アーチャークイーンにつけていってるんですかね。すごいな。こうすることによって、アーチャークイーンの被ダメージが上がっても耐えれるようにしてますね。で、ここ。はい。ディギーがどういう仕事をするか見ていきましょう。スタンするのはどの施設でしょうかって話なんですけど、これ、フリーズかけてるからスタンが見えてないね、多分ね。はい、これクロスボがスタンしました。次スタンするのは、
多分このウィストかな、はい、これがスタンしましたね。こんな感じ、こんな感じで、次はどこに行くか、こっち対空砲を投げましたよね。で、次は今度は、このモノリットがこっちの方に行ってる。で、こういう風にもうルートライダーが投げるのは防衛だけだから、もう防衛しかやっぱり投げないけど、このダイクがスタンしましたよね。こんな形、今度は、マルチアーチャータワーがスタンしたって感じです。なんだこれ、タンホール16から15を攻めてるんで、火力が高すぎて、一気に押し切っちゃってるので、スタンさせる時間っていうのがあんまりこれね見えてこなかったかもしれないですけど、今タンホールもスタンさせたじゃないですか、ディギーがこういう風にしてるので、やっぱりちゃんとね、ルートライダーにグランドボールにつける場合には、ディギーのターゲットはもう防衛にしか向かないっていうのがね、ほぼほぼ分かってもらったと思います。無駄な使い方には全くならないですよね。はい、なので、もしね、グランドウォーデンにつけるユニットがちょっとないなっていう時なんかは、やっぱりディギーをつけてあげるっていうのはものすごく効果的です。ただその時っていうのは、ちゃんと、主力ユニットが何になるのかってことを気をつけた方がいいですね。今回みたいにちゃんとルートライダーになるんですよっていう場合には、今の言った話は成立するので、ぜひ、使ってみてほしいなと思うんですけども、まあ、これだけではなくてね、もう一個ね、ディギーをグランドボールにつけても強いパターンっていうのがあるんですよね。まあ、それがどういう時なのかっていうのをちょっとね、見ていこうかなというふうに思ってるんですが、これちょっとね、こけちゃったアタックで取り上げて申し訳ないんだけど、エレさんのこれを見ていこうと思います。これね、序盤こそ、ここにエリクサー、タンク、があるんですけど、そっから先ってみんなこの辺防衛ばっかですよね。で、今回のエレさんのアタックっていうのは、これ間違えたな。ごめん。重くそ間違えたな。こっちだな。2番のアタックかな。こっちを見ていきますね。すまん。これですね。グランドウォーデンディギーがついてるよね。で、序盤こそエリクサー、タンクがあるんですけど、奥の方は防衛ばっかじゃないですか。で、こういう場合っていうのは、ルートライダーと、バルキリー混ぜてますけど、何をタゲ取ろうが防衛なんて関係ないですよねってパターンになるわけですね。はい、こういう時にはディギーでも全然ありだと思います。別にルートライダーが、まあ確かにルートライダー多いので、まあ、今回もルートライダータックじゃんって言えばそうなんですけど、他のユニットを混ぜた場合、スーパーアーチャーとか、あとはこういうねバルキリーとかねを混ぜた場合っていうのは、そっちの方にグランドウォーデンが一瞬タゲ持ってかれちゃうことがあるかもしれないですけど、結局どこにタゲ向こうがみんな防衛だったら関係ねえって話ですね。はい、なので何でしょう、相手の村のその配置の作りによっていろいろこう使い分けてみるのがいいんじゃないかなっていう気がします。クラン城とかこういうストレージ系金庫とかね、エリクサータンクとか、そういうのがもりもりあるような配置に対してディギーをグランドボードにつけてもあんまり良くはないんですけど、そうじゃない場合だったらね、普通に強いですからね。で、この多分それが失敗した理由は、ここね、ちょっと早めにトームを出しちゃったのがちょっとミスだったかな。ここが一番火力高いんで、このタウンホールを突破して爆発するでした後ぐらいが一番火力高いんで、ここでトームが効いてると多分全開だったと思うんですけど、ちょっとタウンホールの攻撃が始まったタイミングでトーム打っちゃったので、ちょっとこれね惜しかったですね。それがなければおそらく全開だったと思います。ということになります。まとめると、ルートライダーみたいな、まあ、ホグライダーもそうかな。どこをタゲ取ろうが全部防衛しかタゲ取りませんっていうユニットを使う場合、あとは、向かう先に防衛施設しかありませんという場合、この2つの場合に、グランドボーデンにディギーをつけてあげるっていうのが結構効果的ですよっていうお話でした。その2つをね、の条件にはまらない場合には、ディギーの効果があんまり得られないので、むしろまあフロスティをつけるとか、そういう風にしてあげた方が、ペットの仕事量的には、良くなるんじゃないかなという風に思いますね。はい。あともう一個注意するのは、これ、ペットのね、付け替えですね。うっかりドラゴンとか使うときに、グランドウォーデンにディギーなんかつけちゃうと、陸の援軍全部呼び出しちゃったりね、そういうとんでもない事故につながったりするんで、ぜひ使うユニットに応じて、これからペットをね、付け替える時代になってきてると思うので、付け替えを忘れないようにやってもらうのがいいなというふうに思いますね。そちらの方も、ご注意ください。ということで、今日はですね、グランドウォーデンにディギーをつけるのって強いの弱いのというところをね、詳しく話をしていきました。まあ、結論強いです。
はい、あのだってねずっと防衛スタンしっぱなすわけなんだから、それは強いに決まってるじゃないかって話ですよね。はい、でそのずっとスタンさせるような状況を作り出すためのユニット構成っていうのがそこがポイントになってくるよということもね、理解していただけたら、今日の動画私伝えたかったことはもう全部伝わったと思いますので、ありがとうございます。ということで今日の動画はこの辺で終わりにいたします。ちょっと早かったけどね、また次もぜひご覧いただけたらと思います。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。